そろそろ寝る起きてるって。もう半分寝てもうてるやん。ああ、わかったわかった。俺もベッドに一緒に行くから。そろそろ寝ようか。ええー、よ。ほら、おいで。備えにくっついてたら、歩かれへんやろ。すぐそこやから。あ飽きられへんように。 絡み方いろいろ変えてるなんやそれうーんまあ確かに付き合って長いとマンネリ化するっていうわなじゃあさ俺もちょっと変えてみようか言うたな後悔しても知らへんよ俺さ実は今まで隠しとったんやけど結構嫉妬深いね 本当は会社の飲み会やって行かすともないしあんまし一人で出歩かせたくもないんやお前ほんまに魅力的やねんからいつも自覚持って警戒心薄すぎや空心配してもうやろ何笑ってんねん真面目に話してんで今は買い物やって露出の高い服で行こうとするし さすがにあら止めたけどあほんまに分かっとらんなその顔へえよ俺が普段どんだけお前のことを思てるか今日はたっぷり分からしたるうーんこれでよし何してるって見たら分かるやろ目隠しやでお前がちゃんと 俺の話聞けるように目隠ししてんねほら視覚の情報がなくなるとより俺の声がよーく聞こえるやろな何で今ピクッとしたん真面目に話そうとしてんのにまさか変なこと考えとらへんよなせやんな <laughs> 俺の彼女さんはあんまりにも警戒心が薄いから一つ一つ教えたるふなあ分かっとるかこれお仕置きやでやめてって言われてもやめへんよそれともお仕置きされて喜んどる変態やん 何,何が違う言うてみやほらまた耳ピクッとしてるじゃあこれから毎日でもこの目隠しやってやろかおまた口元がゆるんどるもしかしてやっぱり喜んでるん へじゃあもっとお仕置きせんとあかんね俺はもう返さへんで今日はいい。